What's up, everyone? And today, I figured I'd test those YouTube waters once again. And by test the waters, I'm going to be playing another game that might kind of test YouTube standards. It's a game called Galgun. I know not much about it, besides from its... how do I describe it? If you know it, you know what I'm talking about. If you don't, then you just have to watch this video to find out. Of course, I made another video that kind of tested those YouTube waters, but from what I hear, that's pretty tame compared to this game. Because from what I hear, this game's a little bit higher on the more questionable scale. Maybe. I don't know, but let's see. Okay, looks like now we can do... Galgun with 2 minutes remaining. Time to match it up. Yeah, already from how this is looking, this is definitely going to be questionable.遅刻ギリギリだね。おはよう。お、どうかした？じっと見つめて私の顔に何かついてるかな。 あのさ、シュラウスゴフォー。はいはい、そんなこと言ったって何も出さないよ。あ、でもお弁当の卵焼きくらいならサービスしてあげてもいいかな。新しい味付け試してみたんだけど結構自信作なんだ。あなたが宿題忘れてなかったら食べさせてあげる。 せっかく昨日メッセージ送っておいたのに。まったくもう、しょうがないんだから。っていうか、 チルって子からメッセージ来てるよ。兄様、お菓子が切れた。買ってきてくれ。コンビニ限定のやつ。だって、チルちゃんって確か
隣の駄菓子屋さんに住んでる子だよね。兄様って呼ばれてるんだ。へえ。Someone's not jealous, maybe. そうだね。別にいいんだけどね。That's more annoying. More. Now, yeah, that's jealousy. どうしたの？どうせエッチなサイトとか見てたんでしょ。しな。それ絶対危ないやつだよ。消しといた方がいいよ。Smash the phone. 先生来たよ。Before a snake comes out and bites you. That's a reference to Darwin's Game. Actually, it's a pretty good anime. That is not a hairdryer. When in doubt, just for- おめでとうございます。選ばれしお客様。突然のことで申し訳ありません。私はリースと申します。See you, you transfer student, and be gone, foul trespasser. お客様？残念ですが、転校生ではありません。何を隠そう、私は天界のエンジェルリング社で働くエリート天使なのです。Again. エンジェルリング社は悪魔退治を受け負う天使たちの会社。そして、お客様は悪魔と戦う勇者として選ばれました。これはとっても名誉なことなんですよ。おめでとうございます。百聞は一見にしかずです。悪魔に取り憑かれた女の子たちはすぐそこまで来ています。あなたのフェロモンショットで昇天させちゃってください。初めて悪魔を退治した気分は。実はですね、この学校は悪魔に狙われているのです。悪魔は女の子たちに取り付き操ることで学校を混乱に陥れようとしています。このままでは学校が、いえ、いずれは世界が大変なことに。Nope, I'm not gonna do anything. お客でしょでしょ、そうですよね。本当は私自身が戦えればよかったのですけど、天界と魔界の協定で天使と悪魔が人間界で直接争うことは
固く禁じられているのです。だからそのフェロモンゴーグルを扱う勇者としてお客様が選ばれたというわけです。はい、悪魔を見たりフェロモンショットを打てたのもそのゴーグルの力。今私の姿が見えているのもゴーグルの力というわけですね。副作用として女の子にモテモテになったりもしますが、まあこれは役得ですね。とりあえず今日のところは悪魔の気配は消えましたので、お疲れでしょうし、ご自宅にお帰りになられては？明日からの戦いに備えてしっかりと英気を養うのも勇者たる者の務めですから。ここがお客様の部屋。男の子の部屋って初めて入ったかも。はい、お客様のサポートは私の務めですから。兄様、帰ってきたのか？おや、窓の方から何やら声が。兄様ってお客様のことですか？イヤホー兄様、おかえり。あ、それってもしかして VR ゲームのゴーグル？すごいすごい、それ買ったのか？どんなゲームがあるんだ？私にも遊ばせて。な、な、いいだろう。 Actually, do you want to get a PlayStation VR? こだわりのフィット感に天使の羽のような軽さ。フェロモンゴーグルはエンジェルリング社自慢の神聖なる新製品なんですよ。兄様、何今の女の声？え、私の声はゴーグルをつけていない人間には聞こえないはず。バッチリ聞こえてるよ。誰あんた？はじめまして、お隣様。変な呼び方はやめろ。私はチル、近藤チル。ではチル様、私は天使のリースと申します。天使？うさんくさ。兄様に何の用？はい、この度こちらのお客様は悪魔と戦う勇者として選ばれたのです。勇者って？兄様、それ絶対詐欺だよ。兄様は納得してるのか？Obviously. お客様、兄様が納得してるならいいけど、騙されないよ、気をつけてね。 I will totally get scammed. チル様、ゴーグルのモテオーラも聞いていないようでしたね。あ、モテオーラというのはゴーグル装着者がまたフェロモンのオーラのことです。本当なら悪魔付きの女の子だけを引き寄せる機能にしたかったそうですが、うまくいかなかったようで、個人差で聞かない人間もいるとは聞いていましたが、こんなにも早く現れるなんて。はい、何でしょう。あれ、言ってませんでしたっけ。こちらをご覧ください。この日までに悪魔撃退ノルマを達成しないとそのゴーグルは外れないようになってます。ノルマ達成のため期限まで頑張りましょうね、お客様。大活躍でしたね。明日もいっぱい頑張るです。
really look at. 何?案外、人間界の方がのんびりできているのかもしれませんね。また話そう、兄様。何事にもファイヨーです。書類溜まってるかな。明日もいっぱい頑張るです。素晴らしい悪魔退治日和ですね。悪魔の反応があったのはこの辺りです。悪魔撃退ポイントをたくさん稼いでいきましょう。お客様のご検討期待してますね。左に注意してください。Okay, this is probably gonna be one of those hatred streaks. 左に注意してください。
くらいで十分でしょう。初日から働きすぎるのはよくありません。展開の労働基準監督署に怒られちゃいますし、頑張っても残業代は出ませんし、ペースを守って健やかに働きましょう。で、別に労働基準監督署が怖いわけじゃないですよ。何くれるの？保健室に行った時の話なんだけど、保健の倉敷先生がみんなには内緒ねってジュースを送ってくれたんだ。でもその時くれた小銭の年号が見たことない年号だったんだよね。結局そのお金でジュースは買っちゃったんだけど、あれって多分、あの時先生に教えてあげるべきだったのかな。ワンちゃん飼ってみたいな。本日はいかがいたします？ That's gonna do all for this video. Wasn't quite, I'd say, as edgy as I thought it was going to be.Although it may get worse as we go along, who knows. But let me know if you want to see more of this game. I may do more of this, may not. I don't know. What do you think? And yeah, that's going to be all for this video. I'll see you in the next video I make. Bye.